はい、サイワイドワイドワイド。はい、皆さんこんばんは。4月10日月曜日、時刻は午後7時を回りました。伊波大使の闘牛列伝の時間です。さあ、この番組、沖縄伝統の文化闘牛牛おらせについて語っていく闘牛情報バラエティ番組。パーソナリティは沖縄唯一の闘牛実況アナウンサー伊波大使がお届けしていきます。よろしくお願いいたします。そしてスタジオには、はい、この方です。皆さんこんばんは、山城舞子です。お、間に合ったね。ギリ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 。あー、シーミー終わった。あ、まだです。まだまだです。うんうん、まだですか。まだですね。第3日曜日かな。あー、まあ、あの4月はシーミー時期ということで、闘牛がオフになっております。はい、あ、そうですね。でそんな中でも、僕は昨日石垣から帰ってきて、石垣島で、はい、八重山闘牛組合、創立60周年記念闘牛大会が開催されました。面白かったな。あのね、八重山の闘牛はやっぱあの雰囲気がいいね。野外の闘牛場で、まあ天気も良かったし、ちょっと風が寒かったではあるんだけど、あの市長も来てて、で今回結構本部席が豪華で、向こうであのケーブルテレビとか、地元のラジオ出ている松原海さんという女性の、タレントさんがいて、はいはい、その方が今石垣島で女性の闘牛実況アナウンサーとして活動してるんですよ。はい、で海さんとで僕もちょっと実況で行って、あと徳之島の原慶吾さん、原さんも実況で呼ばれて、なんか本部席に3人の実況がいるという不思議な。3人でやるんですか。まあ、3人でちょっといろいろ回しながら、やりながらやったんだけど、特に最後から3試合は面白かったな。観客からの拍手で、観客の雰囲気もいいのが、子供たちがとにかく多い。そうなん、めっちゃちびっこ多い。子供たちも多いし、でその翌日にはトライアスロンがあったから、トライアスロン目当てで来ている観光客も、あ、せっかくだから石垣ってどんなのがあるんだろうということで文化を楽しもうと、で初めて闘牛を観戦しに来た方も多かった。で3試合もう最後どっちが勝つんだろうというような、マジでこの一進一退のこの攻防、あれで拍手の起き方が尋常じゃなかった。もうわー、もう会場がもうボーン、大興奮、熱気に包まれて大成功だったと思います。わ、あれを企画した八重山闘牛組合、まあ、60周年か。今は組合長上地香織さん、女性の組合長だからね。ただでさえあの闘牛って、俺ギャラもらってでも手当もらってでも組合長をやりたくないのに、それを率先して組合長をやって、まとめて、で大会を年に3回開催するというのを決めてやるし、あれすごいよ。多分が香里さんが組合長じゃなかったら、あの何年か前に闘牛場も新しくこうリニューアル整地されたんだけど、はい、そういったこともなかったと思う。あの方がやっぱ動いてちゃんと行政を巻き込んでやったからこそのことだと思うから、だから市長も毎回見に来るしね、闘牛場。いやー素晴らしい。では、オープニングに生間明さん、豪華ですね。で生間明さんが最近闘牛界で大ブレイクなんですよ。でこの間去年一度年末に、徳之島にイベント闘牛大会で呼ばれて、そこで歌ったことをきっかけで、その正月大会出場する牛主から、はい、今度うちの牛がタイトルマッチやるから、うちの牛の入場曲を歌ってくれないかということで、年末仕事で来て、そしたらまた2日後3日後ぐらいに大会でまた来たんで、一回沖縄に戻って、もう一回徳之島にして、でまた3月あれ何回か徳之島で最近呼ばれるようになって、今度は八重山で呼ばれるようになり、俺やっぱ生間明さんの凄さを分かったのが、あの人あれだな、あれだけダイナミック琉球とか、夢の鼓動、グスージサビラ、いろんなヒット曲出してるさ、オリオンビアフェスタとかでも出るような気さくな方ですね。ああ、わかります。はいはい、だからこそみんなが生間さんを呼びたいんだっていうのを分かった。もう当日八重山ついてリハーサルからも
なんか子供たち向こうの、現代版組踊りの子供たちとリハーサルもしてるわけ、うん、生歌で子供たちを踊るということで、そのリハーサルからもなんかコミュニケーションよく取るし全力だし、で向こうの音響このワイヤレスマイク使ってたから、はい、なんか途中途中よ歌ってる途中でも、うんうん、マイクが途切れるわけ、はいはい、その時にも臨機応変にステージから降りてリング中央で歌ったりとか、うん、もうこの機材トラブルに対しても文句も言わずに笑顔で全力で歌うあの姿勢はね俺すごいなと思ったな。で歌声を生で聞くさね、 CD と生の歌声が変わらんな。あ、ね、それ意外にすごいことですよね、うん、レコーディングの状況と生で聞く、うん、で結構差がある方とかもね、はい、いますけど本物です ねすごいわ。あ、でそこで歌ってオープニングやってある、C の2番線の入場曲も歌って、あ、生そこで生歌で歌ったんですね、うんうん、でその後打ち上げもあったわけ、はい、打ち上げでも 3,4 曲歌ってくれてる。はぁ、しかも全力でフルでフルコーラス、あれはすごいと思った。サービス精神がすごい豊富なんですね。俺がすぐ乾杯しに行って、生駒さんすごいですねと、なんでここまでやってくれるんですかって、やっぱ自分自身が本人もなんかの祭りっぽい歌いっぱいあるさ、うん、お祭りことが好き、あ、好きなんですねやっぱり元から、元からこうやってやるのが、うん、これはかっこいいし、さらに大好きになりましたね。これからまた呼ばれる機会増えるんじゃないですかね。絶対増える。あの、だからこそ大会だけじゃなく、うんうん、自分の牛の入場曲歌ってほしいっていう、うん、その依頼を頼みたくなるのもわかる、うん、もうすごい合いますよね、声の感じとこの曲の感じが、こう闘牛とすごいマッチしてる感じが、うん、モチベーション上がるような、うん、盛り上がるような歌多いですよね。多い多いね。あ、今度石川ドームに来てほしい、聞きたい、呼びたいね。うん、おう、かっこいいな。いや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 、今度も取り合いになるはずよ。俺、うちの入場曲だって、いや、こっちの歌ってでも生駒明さんの取り合いになると思う。これ1回の大会で何度か出てくるとかってないですかね。なんか取り合いね、お互いで折半しちゃってな、え、俺たちはあの歌で入場させたいんだけど、え、一旦あの曲でお願いして半分ずつ出して居合いしないかとか ね、もしかしたらあるかもしれない、ね、何度か登場するってことが起きるかもしれない、今後。すごかったね、本当に。いや、盛り上げてくれて、うん、八重山の闘牛で不戦勝っていうのもなかったか、結構みんなね、まあ、前半はちょっと、あ、早い決着だなっていうのもあったけど、うん、特にマジ最後の3試合は全部10分超えて、長期戦で、うん、その長期戦も飽きない長期戦、うん、ちゃんと見どころがある、見どころあった、うんうん、あの会場に来た人はだいぶ満足して帰ったと思う。うん、良かったですね。いいですね。じゃあまた待機小屋はないから、うん、牛がそうそうそう、こんな繋がれて、はい、あの道路脇にガードレール歩道に牛が繋がれて4、5頭ぐらい、もっとかな、7、8頭ピーク時に繋がってるから、ね、そんなに牛の縦列駐車みたいになってるってことですよね。なってる、めっちゃ面白かった。でどの試合だったかな、最初から4番目ぐらいの時に牛が入場してくる際に、はい、音にビビってから大脱走してるわけよ。脱走？大脱走。そして？もうその闘牛場の真向かいになんか原っぱがあるわけさ、うん、もう広い草村が、うん、そこに向かって大脱走。おい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 。で一頭の牛はもう中で待機してるわけよ。で大暴走してるわけよ。おい、これ大丈夫やみ、うん、と思って。そしたら、あ、もうこの試合取り消しになるだろうなと思ったら、うんうんうん、あの、うん、あれロープつけてもう一回入場させるからって言ったわけ。いや、ゆくしやさんに絶対俺喧嘩しないよと思ったわけ。あんだけ暴走した牛が喧嘩するわけないと思ったら入ってきてから普通に喧嘩するわけよ。で、何それ、で勝つばよ。勝ったんだ。勝てたんだ。なんでよっていう。じゃあちょっと準備運動になったのかな。大暴走よ、本当に。中に入れるって言った時にゆくしやさんに上位喧嘩しないって言ったら普通にやってました。何があったばって言ったけどね。
面白いですね。うん、いや山のこういうところがやっぱ面白いな。ああ、いいね。いやまあこれで闘技が終わって、うん、あ、まあ一つ全島大会に向けての面白いニュースがあります。はいはい。この間土曜日、僕は八重山闘牛大会行ってたから、参加できなかったんですが、うん、全島大会に出場する、はい、中量級、うん、軽量級、うん、それぞれのチャンピオン、チャレンジャーの、はい、大会1ヶ月前の軽量が行われました。はい。はい。これ軽量どういうふうにしてやってるのかというと、うん、沖縄の場合はうるま市にある北環境組合施設かな、うん、要するにゴミを捨てるところね、うんうん、どういうふうにして体重を測ってるのっていうと、うん、トラックの重さを測る機械があるわけ、うん、でこれ普通ゴミ処分場にあるわけ、うん、それでゴミ捨てた後にこの何キロのゴミが出たとか、うん、多分そういう風に測るためのものだはず、うん、そこに連れてって牛をそこに乗せます。え、ゴミ処理場に、はい、なんか特別に牛専用のどっかにないんですか？あるよ、もちろん、競り市場とか、うんうん、そこまで行くと思ってました。徳之島の場合は競り市場でやってるはず、はい、うん、競りのところ で、はい、で徳之島の場合は細かく1キロまで出ます。おお、すごい。751キロとか。沖縄の場合は、最終的に四捨五入されてるのかな、うん、一桁の数字というのはない。うん、だから850、その次は860とか、うん、そういう風になるわけ、はいはい、うん、で、軽量が行われまして、まず中量級、はい、中量級は沖縄では950キロ以下という風に決められています、うん、950キロ以下で今回沖縄の中量級チャンピオン柿の花ホワイトフェイス、うん、11月にね最強チャンピオン南西阿鼻を倒して、うん、タイトルマッチなのになんか不思議に大金星と言われた本当にそれぐらいの最強のチャンピオンを倒した、ホワイトフェイスが先月か病気のため、うん、ちょっと病死してしまって、うん、最終的に安楽死という形を取ったのかな。もう病気が治らない白血病で、うん、でこう亡くなってしまって、でなので今回は今王座が空いています、うん、空位の状態なので2頭の牛で決定戦を行います、はい、で決定戦赤組から出場するのが現在10戦全勝10連勝負けなし黒獣王、うん、で対するは沖縄に来てからは3連勝中華、うん、負けな沖縄では負けなしのシールカキヤ、うん、この2頭が決まりました。で黒獣王が軽量を950キロ、はい、ちょうどリミットいっぱいでクリアしてます。はい、ギリギリですね。ギリギリ、多分あの牛体格的には1トン近くあるはずなわけよ。それを落としてきてます。うん、うん、ギリギリ950でクリアです。で対するシールカキヤ、俺やっぱシールカキヤの方がサイズはちっちゃいだろうなってやっぱ思ってたんだけど、うん、シールカキヤは910キロ。ああ、ちょっと軽いですね。軽い、軽量としてはそんなに苦ではないはず、落とし方としては。はいはいはい、うん、この差がどう出るかだね。また体重落としてボクシングと一緒です。また上げてくる、うん、軽量1回クリアすれば当日はどれぐらい乗せても大丈夫、まあ、OK なので、はいはい、だこの差がよし悪しあるんですよ。だからじゃあ黒ジオが体重戻して980とか、まあ1トン近くまで戻したとします、うん、でシールカキヤ号からどれぐらいまで乗るしか分からんけども、うん、現時点で40キロの差があるでしょ、うん、じゃあ戻したとしても950まで戻します、うん、大会の当日し50キロの差があるとしましょう、うん、でもこの体重落とすというのは、うん、やっぱ減量ってボクサーもそうで、よく言うさね、何が一番苦しいかって減量なんて、うん、もうあれが苦しいんだと。だからみんなある程度戦ってきたら階級上げるでしょ、うん、階級下げるボクサーって聞いたことない。聞いたことない。みんな上げてきますね。なぜかというと減量が苦しいから、うん、体に合わせて階級上げていくっていうパターンです。だからその、落とした体重が、まあ、戻したとしても、うん、苦しんで落とした体重なのか、うん、いや、まあ、まあ普通に楽々落ちた体重なのかっていうこの差が出るから、うん、これまた分からなくなるよ。ああ、そうなんだ、うん、どう出るか。だからこの10落としても、はい、今回タイトルマッチが初だし、
体重をここまで落としたっていうことはないわけ、絶対。はいはい、うん、これが牛にとってどういう、まあ負担なければもちろん一番いいんじゃないかなと思うけどね。もう分かんないです、読めない、うんうん、でこれがあとはちゃんと運動させて落としたものなのか、あ餌を抜いて落としたものなの か, のか、うん、ここも変わってくるだろうからね。マイコーとか減量無理でしょ、あんた3食毎日食べるんだろ。うん、それはできない、私も絶対食べないとやっていけないから。朝ごはん抜きも無理。俺できるわけよ、俺今日朝からヤクルト1本しか飲んでないから。もう考えられない、もう本当に今まだ朝からヤクルト1本だけで動いてます僕の体。それでこんなよく喋れますね、うん、すごい。でそじゃあ夜ドカーンと食べるってこと。僕は今食べるかどうかも迷ってる。以上そうでしょ、だから迷ってます。信じられない、もう真逆ですね。私絶対3食は絶対です。あもう欠かせない、絶対欠かせない。ヤクルト1本では無理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 、もう朝の時点でそれアウトです。ヤクルト1000だよ。でも、うん、ダメです、1000でも絶対ダメ2本でもダメ、全然ダメ。そう、1000でも足りないよ。そうだね、だから俺でもよく言われるわけよ、あのしょっちゅう食べ物の投稿をフェイスブック載せて、うんうん、食べ歩いてるように思われるけど、うんうんうん、一応抜くところは抜いてるのよ。イメージすごい、だから食べる人で多分思われてると思いますよ、うんうん、で太らない人と思われるかもしれない、いや、うん、違います、ちゃんとそれなりに頑張ってます努力してるんですよね、はい、運動もしてますただただこういう体質とかじゃなくてちゃんと努力してる、はい、みんなが思ってる以上に運動はしてます。意外にそういうとこ載せてないから多分分からないんでしょう ね、 そうですね、食べてるとこだけ載せてるから、はいはいはい、ね、うん、そうなんですよ。牛もじゃあそんな感じでタイプがあるのかな、落としやすい、落としやすい、あと落とす時期もあるんじゃない、だから時期、だから夏場落とすのが大変っていう人もいれば、うん、逆にこの春落とすのが大変だったっていう過去のチャンピオンもいるからね、うんうん、なぜかというとせっかくこの、厳しいズンで、うん、ウージで太った体を1月2月3月でパンパンに太るでしょ、うんうん、はいはい、せっかく絶好調になったところ減量で落とすのが逆に負担になるっていうのもあるし、それも辛いね、はい、どうあやっぱ夏場がきつかったなっていう人もいるし、やっぱそれぞれだと思う、うん、そういうのも関係してくるんですね、体重の落とし方っていうのも、うんうん、そうそう、はいはい、はい、だから、だからボクサーってやっぱり何が大変かっていうと本当にみんな減量の話ですよ ね、 ね、うん、楽しきできつそう、はい、うん、減量苦しまないボクサーももちろんいるし、いるんですか、いるいる、もちろん自分の骨格に合った合った人たちは、うん、まあまあ割と楽ですねっていう人もいれば、いや毎回減量が大変でしたっていう人もいるし、もう聞くだけでなんかもう食事制限なんてもう辛すぎる、それは。ね、牛がだって牛は分からないじゃないですか、分かるんですか、ね、なんかエサ減ってないみたいな感じで多分なるじゃないですか、もっとくれくれって多分思ってるのに、だからこの時に例えば一頭買いだったらまだ精神的に大丈夫なわけよ、一頭買いだったらよ、三頭買いで横の二頭を食ってるのもりもり食べててね、なんか引き合わんけど、おかしいけどみたいな、なんで俺だけこんななのみたいな感じでね。でもこれあの牛舎によってはちゃんとあのかわいそうだからということで、うん、両サイドも同じようにちょっと餌量を減らしたりするというのは、いるよ、ちゃんと気使ってあげて、やっぱりすごい、だって嫌さ絶対かわいそうですよね、一応ね、うん、なんでって絶対なりますよ牛も。それかあのコロナ対策みたいなのちょっと痛はったりとかして見えないように横仕切り見せないようにして横の牛が食べてるのを見せないようにするとかや、まあ、それだったらちょっとそうですね、自分のだけ集中してれば減ったかどうかも比べなくていいし、ラーメン一覧みたいな、あいいですね、仕切りやってもう本当に個室スタイルみたいな感じでねそれもありかもしれない。いや俺がだったら嫌だな、自分がデージ腹減ってる時に横で美味しそうに食われたらそりゃかわいそう、いくら牛でも絶対分かりますよね、あれみたいな、うん、もうだって自分のが先になくなって周りを飲んでまだむしゃむしゃやってるの絶対なりますよ。そうだね、だから闘牛で計量がちゃんとあるっていうのみんな分かってないと思うし、実はそういうふうにしっかり体重を上げた、うんうん、はいはい、これ徳之島の場合は1キロまで測るでしょ、うん、去年だったかな、本当に1キロオーバーで出場失格になってほしいよ、うん、これ1回しかチャンスないんですか、これはね、何回、2回ぐらいはない、ちょっとどんなしてんのかな、相手の牛主が、うん、まあ
認めればしばらく経ってもう一回計量とかできるのかもしれないけど、これのルールはちゃんと聞いてないけど、本当に1キロオーバーでダメだったらあれよ。待って、牛の1キロって普通にありそうですけどね、うん、待ってよ、だバリカンで1回計キロをやるとかねそういう、あ、そうやって減らすのかな、牛の場合は。でもあれだよ、散歩させてこうね、ボクサーでも最終的に陰毛切るよ。え、そうだよ、それで変わるんですか。変わる変わる。だから本当にボクサーがトランクス脱いですっぽんぽんで測ってる見たことない。なあ、あるわけよ、たった あるわけよ。ってどういうこと、シーンで映されてるんですかそれ。あ、やるよたった 10g とか、本当にそれだけ落ちてない時があるわけ。その時に全部毛剃ってきてから、陰毛も全部剃って、トランクスパンツも脱いでここでクリアすることもある。いやでもね、本当失格になるよりもそこまでしないと、うんうん、牛もそんな厳密に1キロ単位でやってたら大変ですね。ちょっと尻尾の毛切ろうね。ね、待って、ちょっとぐらいで変わるんだったら。あ、でも一回おしっことかで、ね、糞してしまう。ああ、そうか、そこでちょっと減って。毒の島の本当に1キロでダメだった牛。へえ。ちゃんと牛も計量えらい。沖縄では過去一発で計量クリアしなかったのなんかいたな、順風匠かな。計量級が850の時に860だったのかな。それから1時間か2時間ぐらい待って。うん、ちょっと砂浜とか運動させて戻ってきて測ったらクリアしたっていうのは10キロの差ですよね、うんうん、10キロ落ちるんですかそんな数時間で。まあ糞もでかいし、ね、あ、そうか、それで何回かやったりしっこしたりとかしたらどうにか。そうそう、それであったはずよ。へえ、10キロ単位はちょっとね大変そう、いくら牛でも、うん、ちゃんと測ってはいるんですね。じゃあこうやっても本当にタイトル、もうタイトルマッチの場合は測ってます。で、計量級の体重が850キロ以下、うん、でチャンピオン上昇階手すり狩りが今回、計量は840キロでクリアです。はいはい、840キロで、チャレンジャー、チャレンジャー行っていいんですか。あ、これ大丈夫です。あ、これは大丈夫。チャレンジャー、チョコットパンダチンガニお、はい、チョコットパンダチンガニが850キロリミットいっぱいでクリアしてます。おお、ここはじゃああまり差はない感じで、じゃあまず計量はクリアして、うん、当日、まあ、手すりは確かにちょっと、ま、落としてるだろうね。うん、ちょこっとパンダも、うん、体重は絞ってるでしょう。うん、これで、まあ、このカードは、まあ、今週水曜日に組み合わせ発表会ですが、まあ、計量クリアしたということでもうほぼ確定でしょう。うん、面白くなってきたな、これ面白いんじゃない。手すり産業が840、この牛が今度の全頭大会で30試合目です。すごい、大ベテラン、大ベテラン、うん、それこそこの牛デビュー戦だったかな、あの大暴走した牛だよこれも。そうなんだ、俺この試合見てないけど本当に大暴走しよったって、闘牛場から出てって、闘牛場入る前かな、もう大暴走して、でもしばらく沖縄に来た時にもみんな言ってたわけよ、あの人危ないよと、ああ、ね、また暴走するから試合終わった後気をつけないとって言ったんだけど、でも実際のその1回だけ。へえ、じゃあそっからじゃあ落ち着く、うん、落ち着くとこおとなしいしね、うん、お利口さんだとずっと思ってましたけど、うん、へえ、最初そんなことがあったんですか、うん、そう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 、よく言われた、来た当初は。で手すりの最初のイメージやっぱ掛け技は強いけど、うん、どうしてもね7分ぐらい経ったら逃げ寄ったわけよ、うん、昔は本当にそのイメージだった、うん、いい剣がするけども持って7分ぐらいだったけど、うんうん、これがだん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 変わってきて今なんてもう20分も戦うし、うん、牛がね1試合1試合30試合やるっていうのも普通じゃありえないけど、うん、この牛の場合はなおも強くなってる感じがするね、進化し続けてるんですね、うん、ここ最近では掛け技もそうだし横取られないしね、相手が切り返して横取ろうとしても懐には飛び込まれないから、そこの強さもあるね、うん、かっこいいよ、うん、名前は元は豪戦、豪戦、豪戦、豪戦に始まり、
沖縄に来て2代目手すり産業パンダ、うん、でそこから現在は上昇会手すり仮、うん、だから手すり産業パンダの手すりを残してるんだよねそっちなんだ、はい、確かに読もうよ、うん、もうみんなが手すり手するんだけど、もうこのうちパンダじゃなかった、手すり手すり、うん、手すりって呼んでたわけよ、マジで手すりそれはもう牛主が変わったとしても上昇会グループとしても、うん、上昇会パンダよりもやっぱみんなが手すり手すり呼ぶから手すりを残して、あ本来だから手すり産業、手すり産業、その手すりを作ってるから手すり産業なのに、上昇会別に職業手すり関係ないからだけどもう相性が手すりだったから、うん、そう上昇会それを残して手すり仮でちょこっとパンダと対決、これはどんな試合なのかな、結局じゃあもうどんな試合なのかな、ちょこっとパンダは出る、はい、じゃあおじゅんさんはね、この間新力ネズミとやった後、うん、周りからは、ねね、ちょっと様子見ながらだよって言われてたと言うけどもでも俺いい判断だと思ったわけ、うん、ぶっちゃけよタイトルマッチの話なんて一生に何回来ると思う、うんうん、そうですよね、俺数回しか来ないと思うわけ、うん、タイトルマッチのまずチャンスが、うん、それを引き受けるのか断るのか、これ万が一じゃ今断ったとするよ、じゃあ8月11月ちょこっとパンダがタイトルマッチに行ける保証ないからね、うん、今経営力いろんな人が手を挙げるから、だって今回の全党大会の組み合わせ編成会議の時にも、うん、じゃあ軽量級チャレンジャーで行きたい人って言った時に5人が手を挙げたんだよ、おーそんなに5名がで多数決でチョコパンに決まったわけ、はあ、へえ、うん、だからみんなそれぞれが手を挙げたがってるから、いや今回はちょっと怪我の様子を見て自分は8月に行こうねって言っても8月に行ける保証ないわけよ、あなるほどね、俺もチャンスあるうちはやったほうがいい、挑戦したほうがいいと思うしね、でタイプもあるからちょこっとパンダがなんていうのトガイズノとか、うん、ガンズノでガンガンついてくる牛だったら確かに休ませたほうがいいけども、うん、ヒラーでどっちかというと駆け牛だから、うんうん、まあ大丈夫でしょうってことですか、こう、うん、こうなんていうのちょっと、うん、切り傷、はいはい、過去の額のダメージを刻まれるようなことではあんまないから、そうと、うん、という見方もあるね、さあ、うん、山城ブラックに優勝旗が行くのか、ね、それとも30試合目のこのメモリアルを防衛で飾るのか、わあ盛り上がりそうだ、お互いになんかドキュメント作ってほしいな、だって上昇会手すりに関しては過去、うんまあ、30試合もやってきて、はい、ドキュメント作ったら面白いな、ね、徳之島で最初は暴走した映像とか、暴走した映像ここから始まったからやって暴走映像から始まり沖縄に来てで勝ったり負けたりを繰り返し、でその時2018年、うん、当時軽量級最強と言われていた龍神一騎、うん、龍神一騎を倒したことがまず、うん、おーかったけ、もうあの時龍神一騎が何回防衛重ねるんだろうっていうのがみんな注目されてた中で、龍神一騎を倒してうおー、でその後タイトル失ってから、うん、まあ勝ったり負けたり勝ったり負けたりを繰り返しながら、うん、去年ピンチヒッターとして、ピンチヒッターの大会2週間前ぐらいかな、急に決まって、うん、軽量級タイトルマッチの話が来て、それを牛主が断らずにやりますと承諾して、なんと4年ぶりにチャンピオンになるでしょ、うん、それもまずすごいドラマがあるし、うん、でちょこっとパンダに関しては徳之島で2連勝で3戦目に負けて、その後練習試合稽古でも喧嘩しなかったから、うん、あもうこれも闘牛としては無理だということで、石垣に本当にもう肉牛にするしかない肉にするしかないなということで送られてきたのを、もともとその牛を子牛の頃に可愛がってた人が、いや絶対あれ喧嘩する牛だからもったいないと、で長純さんに話を持ってて、長純さんがそれを買い取って8試合5連勝だよ、すごい、しかも今まではほとんど相手が優勢、うん、ちょこっとパンダ劣勢と言われてる試合何回もこのラジオで言ってよね、うん、長純さんは周りからなんであれと組んだかとよく言われる、今回も言われてるよ
もうなんであなたくんのまた早いんじゃないか、あんたすぐ調子乗るからってよく言われるよけど、でもいいわけよ、これで5連勝してるから、いやすごい結果出してね、誰も文句言えない、もう言えない言えない、だから俺はしょっちゅうラジオで言ってたでしょ、ぶっちゃけあの人何か起こすよと、ね、本当に世間的な見方は IT 優勢だけど何か起こす、何か持ってる人だからすごいですよそれは、また相性が良かったんでしょうね、うん、やっぱもうこう勝ってくれたのが長寿さんだったから、うん、ここまで強くなれたのもあるかもしれないですね、うん、あ面白い、そう普通にあの1時間番組ぐらいテレビで作れそうなぐらいのなんか、うんね、お互いのドラマがあってどっちが勝つんだろうってなってね、ドラマあるのよ、絵にもなりそうな話がいっぱいあって、はい、あどうなるんだろう、楽しくなりそうですね、うん、どうなるかな本当に、これいや中量級も面白いと思うよ、クロージュオーが10戦全勝で世間的な評価ではやっぱクロージュオー優勢という見方にどうしてもなるはず、体重も大きいし、ただこのシードカキヤもともと徳之島にいた時にね吉村地区さん宝かな名前、うん、で吉村地区さんというのは徳之島でミニ軽量級、軽量級、中量級3つの階級でチャンピオン取ったことある牛舎だけ、あと重量級だけがないから、おうおうでもう本当に吉村さん勝ったら、あとにかくいつも大勝負をしてるイメージだけ、その人がこれをデビュー前から大事に育てて、うん、絶対将来強くなるというふうにやってたんですだから、もともと高い評価受けてたんで、うん、でそれが3連勝して4戦目に先頭ガローという牛に負けて一時期評価落ちたんだけども、うん、そこから沖縄に来て連勝、なんだったらこの先頭ガローにはリターンマッチでも勝ってるし、おーあすごい、だからあの時はまだ牛が熟していなかった、うん、今ようやく年齢も重ねて牛が今まさに万事のような気がする、おーはいはい、ピークが来てるんですね、来てる、うんうん、だからこれ戦ってみたら意外と、あ俺はシールかけやるこの得意のかけ技、うん、なんか炸裂したら相当面白くなる、面白くなる、おうおう、うんうん、やってみないとわからない感じなんですね、本当に良くなってんね戦いが、ここ最近はめっちゃいいよ、はあ、面白くなりますね、さあ伊波大使の闘牛列でまだまだ闘牛情報をお伝えしていきます、この番組はプティフール闘牛ショップ牛の島やら闘牛ビデオ、菊原工務店、徳之島居酒屋よいよい、各社の提供でお送りしていきます。じゃあ生間明さんの曲かけるか、うん、そうですね、いいかな、あれ夢の鼓動かけたっけ、先週、先週かな、先々週かな、かけてませんでした、あれ、あじゃあぐすうじサビでいきましょう、はい、はい、はい、番組生放送でお届けしております、はい、闘牛大会の日程をまず皆さんにお伝えするのが5月の、7日、はい、にも闘牛大会が開催されます。お5月7日はもうゴールデンウィークシーズンはあれです ね、よかつ闘牛組合が主催という流れになっていますが、はいはい、もう対戦カードも発表されてるね、5月7日ゴールデンウィーク闘牛大会、あ青年祝いの闘牛大会ってやるのかな、ん、何年生まれ、49歳の方々、おあ去年もそんな風にしてたかな、なんか青年祝いみたいな大会でね、でお楽しみ抽選会もあるそうです、どんな抽選会をやるのかがまた楽しみですがメインで決まっている牛が、はい、雷神大力対ガサミ、おーなるほど、あはあ結構面白いかも、なるほどね、うん、雷神大力この間やけな闘牛大会の C の一番戦で1200キロの、銃撃を倒して、これで沖縄来てから3連勝、
一時はね連敗だったんだけども、ここで連勝になってます。2連勝から3連勝で、対するがガサミ。このガサミがなかなかクセモンで、この間の2月の闘牛大会、徳之島の全統一チャンピオン、徳之島では9連勝5回防衛を誇っていた牛若赤丸ギノワン号と対戦し、まあもちろん牛若赤丸が全頭に向けてのいわゆる前哨戦みたいな形で、まあ勝つのはもちろん牛若だろうという見方だったんだけども、このガサミが頑張ってですねあれあれ、もう会場もちょっとざわ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 、これもしかしたらなんか起きるぞっていうぐらいまでちょっと追い詰めたいい牛です、はいはい、元チャンピオン相手にこうガッサガッサガッ、こう角がね、まあ、ガサミという名前がついてるさね、ガサミというのは、なんていうのかな、闘牛でよく内側にカーブした角、まあ、最近ではガンズノというけど、昔はよくこういった牛にはもうカニの角みたいだから、こうちょっと内側に向いてる、はい、もうガサミとよくつけてたわけよ。あ、そうなんだ、よく言ったよ、なんとかガサミ号とかね、でシンプルにガサミ、ガサミ、これ面白いよ。やっぱりよ、角がこう内側に向いてるっていうだけで、当たるわけよね。あ、ちょうどじゃあこの眉間らへんとかに当たるとか、こっちこめかみとか、こめかみとか、まあ、角度にもよるけど目のあたりとか、だから嫌なところに対戦する側からしたら自分が前に出れば出るほど、角が食い込むから、やりづらいわけよ。嫌なんですね。じゃあちょっと接近戦でこう近づくというのがちょっと嫌な感じの、だからまあ大力がこの角をどう攻略するのか、まあ連勝してる牛ってのはこう自信をつけてきてるだろうから、これ面白いですね。あとはこのお楽しみ抽選会で何出すかだよ。ほう、なんですよね。去年よ、赤峰豊さんが与勝闘牛組合の組合長なんだけど、誰が使うばと思ったのが、あの抽選会の商品で、あの左官定規っていう、左官定規わかる？わかんない。左官定規5本セットっていうのあった、ね、待って待って、でも全然想像できないんですけど、だってこれ左官業の人しか使えないってことですよね。ね、左官定規他に使う場所あるんですか。左官定規なんていうのかな、どういうこと、何に使うの。もしかしてこんなんですか、あの直角なってるやつとか。これ工事現場で見るやつ。工事現場、なんかあの誰が使うの、アスファルトとかこのセメント鳴らすやつじゃない、これ、そうでしょ、これ5本セットだけです。5本も、はい。でそれもらって何、どうなの、嬉しいってなるんですか。当たった人何、分からん、一応当たった人は何か使ってたはずよ。壁塗ってみようくなるんですかね、それか誰かにすぐ売るか相場も分からんしや、分からない、全然なんかもう価値がよく分からない。ね、一応アマゾンとかで見たら、あ、高いのは1万円したりもするね。あ、結構値が、じゃあ普通にじゃあやらなかったらその場で欲しいっていう人に売るか、メルカリとかで、そんな感じですかね。メルカリでわざわざ左官定規探す人いるかや。なんかすごい独特ですね。で、左官定規もあって、でも他にもBluetooth のなんか、ヘッドホンとか、あと大型テレビだったかな。なんかいろんな商品もあるよ。はい。左官定規はあくまでごく一部です。ごく一部。あと卵一ケースとか。おお、すごい。もしかしたらそういったことをやってくるかもしれないですね。はい、ゴールデンウィーク、5月7日。開催です、はい、なのでまずここを楽しんだ後に5月14日の全頭を見ると、で俺この間徳之島 の、 あの原さんアナウンサー八重山闘牛大会に来てたから話をしたんだけど、徳之島でもやっぱ沖縄の今回の全頭が注目されていて、石川近辺の宿、だいぶ抑えられ始めてるそうです、あらあらあら、これは早くじゃあ押さえとかないと、早くですよ皆さん、埋まる可能性大、はい、もうミスター近所ホテル使用祭だってこれね、時期的にこの時期狙って県外から来る方もいるかもしれないですね。おいおいおい、やっぱ近くで取った方がいいから、で今回のカードが絶対いいから、もうそんな噂も広まって、もう早めに押さえてるって、みんなすごい、じゃあみんな早め早めに動いて、じゃあ押さえる人はもう押さえてて、なんでかねとかって、お前こんな急にまたってなりませんかね、宿の人たちね、分かってるんですかね、前頭があるかこうなってる、まあまあ大体の宿はもう分かってきてるんです、あ、そういう時になんかキャンペーンやってもいいけどね、あの闘牛の町うるま応援プランって言って、あの徳之島の方大歓迎、県外の方大歓迎、あの、ね、闘牛目的に来られた方、闘牛目的に来られた方あ、だからチェックインの時に行ったらズルできるから、あ、じゃああれじゃないですか、このもう対戦表、対戦表を見せたら
1000円キャッシュバック、ね、キャッシュバックそれいいかも、うんね、チェックアウト時に1000円キャッシュバックそうです、ね、しますとか、ウルマのなんか特産品プレゼントしますとか、ね、まあ、割引の方が一番なんか食いつきいいような気もするけど、うんうん、そうですね、うん、県外からの方だとやっぱり近場で絶対取った方が絶対いい、うん、ね、で逆にこの石川ってもう絶対石川推しの理由は、うん、他のところに行きやすいじゃないですか、観光も東京見てもどこにでも行けるんですよ、北部も南部も、そうで石川のいいところ、例えば徳之島から来てホテル石川に取るでしょ、うん、飲む場所は困らないんだね、それも困らない、うん、ほんと便利な場所になるから、そう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 、ここで泊まっときさえすれば、うん、で大体徳之島の人はその最終日日曜日は那覇に取ることが多いかな、あ、そうなんですか、もし月曜帰るとしたら、うん、あっちまあいろいろとスナックやらキャバクラもあるから、で那覇からも船出てるから、はいはい、あ、そうなんですか、うん、で那覇で飲んで朝まで飲んで、ね、朝まで飲んで那覇港から帰った方がいいわけよあ、そういうやり方をする方もいるんですね、おいおいおい、泊まるときには、うんうん、まず初日前夜祭は石川、うんうんうん、あとはまあ赤道あたりも多いかもしれんね、あ、へえ、あのあたりに、でも春日観光ホテルとか、へえ、あ、うん、であっちはもう飲み屋いっぱいあるさ、うん、あ、やっぱ飲み屋でセットなんですね、そうだよ、だって俺たちでも徳之島行った時にやっぱこの亀津っていう地域取って、はい、そこにいっぱい居酒屋あるから、そこに近くに取ってもう行動範囲を決めて、はいはい、酒飲んで翌日東京行くという、はいはい、流れなので、じゃあもう早めに抑えておかないと、うん、もしかしたらねもうちょっと待ってますよになるかもしれないから、もうあると思うよ、そういったのもね、発表待たずに、うん、ね、組み合わせ分かる前にもうすでに、はい、もういい、取っといたらいいよ、ね、ぶっちゃけなんかもう言います、絶対カードいいって後悔しないよって言えるんですよね今のうちに取っといた方がいい、うんうん、すごい、でも徳之島でもだいぶ注目されて、あ、みんな行こう行こうってなってるんですね、はい、うん、うん、僕も周りの方々にも言ってます、早めに宿取っといた方がいいよっていうのは、うん、あ、いい大会になりそうですね、はい、で一旦コマーシャル行った後残り10分ぐらいか、はい、もう少しストークしていきます、はい、はい、この番組聞いてる方がいまして、はい、闘牛大好きさんから、はい、ありがとうございます、いつも楽しく2人の掛け合いを聞いています、うん、YouTube のアーカイブで初めてマスクをしていない山城舞子さんを見ましたそうだ、ずっとマスクしてたからな、確かにね、そうですね、うん、うん、美人さんでびっくりしました、ありがとうございます、できてますよ、嬉しい、もっと言ってください、いや、もっとも早くからマスク外した方がよかったでも自由になったって聞いて、あ、もうねこれで顔が出せるかなって、うんうん、そうか、確かにマスクでずっとしてたかな、だって顔の半分隠してるわけだから、分からないからね、印象変わるよな、うん、いや、もう、うん、年齢も分からないしね、これやってたら、そうだな、こっからか、だいぶだいぶから、もうこれで私マスクのせいでもう人の年齢が本当わからなくなって、わからないよね、自分の年上が年下かも全然判断できなくなった時期あったんですよ、わからない、はい、特に女性はわからんね、ね、あ、この間闘牛大会で、うん、まあ、現在沖縄チャンピオン東星琥珀、はい、でそれに対するチャレンジャーが牛若赤丸宜野湾号が来そうだという話をしました、うん、まあ、手を挙げてると、徳之島チャンピオンが沖縄に来て、うん、これがもし実現するならば、うん、無敗対決、ね、日本一決定戦、はい、でなんとくしくも赤牛同士、はい、で、赤穂同士の対戦ってタイトルマッチってあったっけって話してたね、言ってましたよね、どうなんですか、調べつきました、そしたらね、調べた方がいて、はい、お、古い大会でいくと、うん、わ、古いな、昭和58年5月、俺も生まれてないよ、58年、40年ぐらい前、そうで、その当時1980年代活躍していた牛、うん、もう岩手さんの牛がこの時常にチャンピオン争ってるわけ、はいはい、岩手さん、うん、短角種と言われている南部牛が、で第40回の全島闘牛大会で赤牛同士
岩手トガイ、はい、最強の岩手トガイ対新潟阿光、うん、もうじゃこれが赤赤赤で昭和あ58年にやってると、はい、データを調べた方がいます。ありがとうございます。でそれから平成2年5月、うん、第54回春の全島大会で、はい、新貞号対刀匠力、あもう DVD とか探さんと分からんな。第54回平成2年、うんうん、新貞号対刀匠力、でその翌年第55回平成2年11月、うん、あれこれなのかな、この3体かな、これも一緒なのかな、神話都外新貞号っても来てるけど、ほうこの3つってことかな。どっちもじゃあまあデータによると30年ちょっと前ぐらいまではもう全然今までなかったって感じなんですかね、赤赤対決は。このだから岩手都外対新潟阿光とか見てみたいけどな、うんうん、誰かビデオ残ってるんですか、ビデオか、昭和58年か40年前だぞ、ビデオなんですかこれは、あるのかな、 DVD 化されてないですかね、だから平成入ってからのものあるはずなので、赤牛対決、ほーなるほど、だからいずれにせよでも一番新しいのでも30年以上前という、ね、だいぶやってなかったんですね、それぐらい俺も俺は記憶なかったんだよ。面白くなりそうですね、うん、なるほど。じゃあ今週あ今ね、うん、その牛の情報を送ってくれている小屋さんという方がいるわけよ、はい、よく闘牛の写真を撮ってる、はい、ね、インスタとかでも昔の闘牛の写真をね送ってくれる方がいるわけ、はい、でこの方がねすごいな、この牛の姿、昔の牛の写真送ってきてくれて、はい、えっ牛の父じゃないですか、そうそうそう、え、なんでなんで、マイコのえお父さんの写真もこれだいぶ前じゃない、だいぶ前ですねこれ、若い20代ぐらいじゃないですか、これもだよね、ほんとですね、若い、うわタオルの巻き方が独特の時代ちょっとアラブっぽい感じのね、この巻き方ね、これ送るさ、ありがとうございます、家族が喜びますこういうふうに残してくれてる方がいるんだね、ありがたい。さあ闘牛ですね、 お別れのお時間ですが、はい、この後、牛から豚の話に変わります、ね、豚に、はい、今度は豚ですよ、はい、豚のお姉さんたち1分喋ろうか、はい、やった早く来た甲斐があるわ牛に勝つぞ、違うさっきはちょっとさジェラシーで立ってははい、なんでだって闘牛大会で何ホテル差し押さえ差し押さえ差し押さえではないから差し押さえって言い方ではない、もう予約でいっぱいになってるわ、あ予約でいっぱいだけど、うん、やばいんだけど、やばいですよね、だから隣でさっきねあのえ牛でホテル全部あれって思ってから、うん、豚も負けてられんけどって言って、うん、やばくない牛すごいんだよ、だって今度の大会、うん、はっきり言いますよ、確実な入る人数は3000は確実入ります、うわすごい、3000入るんですか、確実ない、あのあっちですか、俺は3500いくと思ってる今回、おお、うん、すごい、すごい、なので俺今日役所とも話してシャトルバスをもう少し台数増やしてくれという交渉までしてます、ぜひ、絶対足りないよって言って、あ私リスナーに一つ言いたいことがある、はい、車できても絶対に動かないからね、そうです、私東京大会初めて行った時に、はいはい、あの車普通に真面目に止めたわけさ、うん、してからあのほら移動とかなんかあるさ、はい、移動とかやばいよって話を聞いてたけど、うんうん、まさしく私の前に軽トラがバンって座って、え大佐これ移動させてって言ったから案内はするけど保証はしないって言われて、予備をアナウンスはするけど95% 動かんと思うよって動いたら奇跡みたいな、そう結局ねあの最後まで楽しんで帰りました、要するに来たら最後まで見れってことだよ、ね、違法駐車しダメなんだけどそんなの、ただもう本当に最後まで見る覚悟で、もう途中帰ることは許されないっていう感じですね、はい、でも見てたらあの
途中まで初めて来る人って、まあ、1時間ぐらい見るかって感じくるさ。でも最後までハマるよね。ハマります、うん、もうあの時本当にもう豚だったのにちょっと闘牛女子になってしまいそう、浮気しそうと思った。じゃあこの後、あ、もうあと1分見るから頑張って、豚の、はい、豚の番組がこの後8時間生放送です、はい、さあこの番組闘牛列伝はプティフール闘牛ショップ牛の島やら闘牛ビデオ菊原工務店徳之島居酒屋いよいよい各社の提供でお送りしました。また来週です。そしてこの後の番組も聞いてください。はい、入れ替えです。